これは悟りさんですね。ありがとうございます。はい、家康について質問があります。うん、それは三方ヶ原の戦いでどうして家康の家臣や、信長の家臣が浜松城での籠城戦を家康に強く勧めたのに、どうして家康は武田軍に戦いを挑んだのかということです。誰が見ても無謀な戦いに見えたはずなのに、何か彼にしか分かり得ない特別な事情でもあったのでしょうか。招き猫先生、もし霊視が可能なようでしたら教えてください。よろしくお願いします。ウイロさんいる時に聞いてくれよいやいや、だからウイロさんは知識ですけど、うん、先生はその霊感で、うん、まあなんか分かればなんですけど、うん、要するに三方ヶ原の戦いっていうのがあったんですよ。どこで、場所はですね、まあ分かんないですけど、あの地図は地図ですか、うん、地図は、まあ、どっかネットで検索すれば出てくるかと思うんですけど、じゃあ検索してよ。ちょっと待ってね、うん、静岡県浜松市ですね。のどこ、この辺りですね、うん、三方ヶ原、あ、ここですね。ここは三方ヶ原小学校とかですし、まあ、ここら辺一帯じゃないですかね。うーん、うん、でですね、あれは航空写真は、航空写真はこちらですね。もっと寄ってよ。さっきの小学校どこだ。三方ヶ原神社がここですね。ああ、じゃあ神社あたりに寄って。三方ヶ原町っていうのがここですね。うん、神社あたりに寄って。ああ、そっか。これ元のところから移っちゃったのかな、神社。うん、それで詳細は？詳細はですね、うん、武田軍がですね、うん、攻めてきたわけですね。うん、で、家康はですね、うん、浜松城で籠城戦を決め込んでいたわけですよ。家康、うんうん、ところがですね、うん、武田軍がですね、いつ決めてたの。ですね、うん、いつかはわからないですけど、攻め込んでくる前から攻め込んでくると思って決めてたの。あ、そうですね。要するに片っ端から城を攻め落としてどん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 進軍してたんですよ。うん、で、うん、次の要するに武田軍の目的はこの浜松城だと、うん、いうふうに家康は決め、その目星をつけて、うん、浜松城で武田軍を迎え撃とうと、うん、籠城戦を決め込んでいたんですね。うん、ところが武田軍はですね、うん、浜松城を素通りしていっちゃったわけです。うん、でそれを家康が追う形で、うん、追っていって、うん、戦争になってボロボロに負けたというですね。で武田家康の方も、そうですね、武田軍の方が、うん、いわゆるその倍以上の兵力を持っていたので、うん、まあ、誰が見ても不利な戦なので、うん、そのまま浜松城でじっとしていればよかったものをわざわざその止めるのも聞かず、うん、攻め込んでいったという話ですね。うん、でまあたった2時間でボロ負けして、うん、まあ、その2時間の間に武田軍がですね、死傷者200名に対して徳川軍死傷者2000名という、うん、もう大敗北を喫してですね、うん、でその悟りさんの質問が、うん、どうしてそのこの無謀な戦をやったのかということですね。うんうん、本当ね、はい、戦に勝てるとは思ってなかったの。はい、それの、ええ、勝てるとは思ってなかったんだけど、ええ、気にも止められなかったのが、うん、悔しかったのよ。はいはいはい、悔しかったっていうか、家康がただの個人として生きてる人なら悔しくないの、うん、だけど、うん、自分はね、一応軍隊みたいのを率いるさ、うん、代表者なわけじゃない、はい、それがそんな扱いっていうのは、うん、示しがつかないっつうかさ、なるほどね、そういう代表としてそういう扱いされてちゃダメだみたいな、うん、なるほど、うん、で武田軍は素通りしていったのは、これはそのわざとその家康を挑発するために素通りしていったっていうその噂があるんですけど、 そうそう、それはそうなんですかね。うん、ってことは家康は罠にはまってしまったってことですか。挑発したっていうか、うん、お前なんか目じゃねえぜみたいな、うん、そういう意味も含めてて、うん、うん、だと籠城っていうのだとやりにくいから出てこさせたかったのもあるし、うん、そうですね、そういろいろこう一つではないのね、理由は、うん、いろいろこう思惑があってさ、うん、それでそういうふうにしようっていうふうになったんだけど、うん、家康の方はやっぱり、うん、なんかね、家康の方はね、うん、ご先祖様絡みの何か因縁みたいのを感じていた部分がちょっとあったっぽいの、うん、よくわかんないけどね、はいはいはい、
ご先祖様じゃないかもしれない、恩人かもしれないんだけど、うん、あの恩人とかさ、うん、親とかもっと前とかね、そういうのをの中でこう、うん、うんと、なんつうの、ちょっとした因縁を感じていたわけよ。なるほど、うん、なんかあの資料によるとですね、うん、あの家康は無視するつもりだったんだけど、個人的には、うん、ただその納得いかねえっていう家来たちが、うん、要するに素通りしていく武田軍をですね、うん、のところに見物がてら行って、うん、石を投げたり揶揄したりして、うん、それが小競り合いに発展して、うん、家康がこれは示しがつかんってことでその、うん、軍を率いてとその止めに行って戦争に巻き込まれたっていう説もあるんですね、うん、ね、なんかね、うん、だから、うん、そのね、怨恨のそういう人に、うん、が絡んだ、うん、なんか因縁の対決をいつかしなきゃいけないっていうのは思ってたわけよ。いや、武田軍といつかは決着つけなきゃいけないと。決着ってほどじゃないの、うん、だけど、うん、ちょっと牙を剥くぐらいのことしとかないと、うん、申し訳が立たないというか、なんというか、うん、なんかそういう個人的ではない思いがあったわけよ、うん、なるほど、うん、それでね、うん、でもその時今じゃないと思ってたの、うん、ああ、なるほど、この時ではないと、うん、そうで、武田君の狙いっていうのは、うん、いいのか武将を素通りさせてお前は何もしないのかみたいな感じで、うん、家来たちがこう意見が分かれたりして、うん、ちょっといざこざが起こったらいいなっつうのも狙ってたから、うん、なるほど。なんか武田君見るとですね、うん、用意周到で、うん、この武田君が素通りしていって、うん、でその先に堀江城っていうのがあるわけですね、うん、でそこの行く途中に宝田の坂っていう坂があるんですね、うん、でこの坂を要するに追撃することで、うん、家康は勝てると思ったんだけれども、うん、それは実はその武田軍の作戦で、うん、宝田の坂に行く手前でもう陣を張って待ち構えていたっていうことなんですね。それで家康がそこでその罠にはまって、ここで、まあ、その宝田の坂の一つ手前で戦争になって負けたという話ですね。だから武田君これを見るとですね、まあ家康が追ってくることはある程度考慮に入っていて待ち構えてみたいな形で、うんうん、だから追ってきたら追ってきたでこうしようっていうのがあるし、うん、追ってこなかったら追ってこなかったで、うん、お前なんかじゃ お前なんか目じゃねえぞを示せたってことだからさ、うんうん、どっちに転んでもいいようにっていう感じにはしてたんだけど、そのね、なんとかの坂ってところまで行けばって家康は考えてたわけではなくて、うん、なんかその辺で暴動が起こったわけよ。あ、やっぱりその家来たちが、そうっていうこと、家来たちが揉めてて、うんうん、で黙ってられないじゃないかみたいな感じの人たちが、うん、こう結構坂に行ってしまったのね、うん、そんで、うん、すごく揉めてて、うん、で揉められちゃ困っちゃうわけよ、うん、素通りしたら素通りしたでさ、こう、うん、そのまま素通りさせといて、うん、木を狙う、次の木を狙うっていうつもりでいたのにさ、うん、変に暴れられたらね、うん、その作戦がダメなわけじゃん。 それも作戦なわけだからさ、うん、素通りを許すっていうのも、うん、それがダメになっちゃうでしょ。だから収めようと思って行って、うん、で、うん、なんか行ったのをなんか勘違いされたっぽくて、うん、来たぞってことになって、うん、よし戦だになっちゃったみたいなのよ。なるほど、ね、だから味方を収めるつもりだったの、うん、勝負するつもりじゃなくて、うん、ところが向こうは動いたぞって感じで勝手に勘違いしちゃって、ね、で下っ端がそれを見て動いたっていうのをこうざーっと伝えていくうちに、うん、兵を率いてこっちに来たみたいな話になっちゃって、うん、ね、うん、そうなのよ。だから本当はそんな大きな揉め事になる予定ではなかったんだと思うよ、うん、なんでも武田軍は次々に城を落としてですね、うん、普通城を一つ落とすのに大体平均一月ぐらいはかかるものなのに、うん、平均3日ぐらいで一つの城を3日ぐらいでどん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 来たらしいんですよ、うん、だからやっぱり部下が決起するのも当然かなといえば当然ですよね。うん、うん、この調子でもう素通りしてってそれをただ黙って見ていたら、でもね、何だって話にもなりますよね。素通りをさせるつもりだったわけだから、うん、素通りさせる作戦に従わなかった部下っていうのはさ、自分にとっての反乱でしょ、うん、反乱軍でしょ、うんうん、何としてでも抑えないとさ、他の人たちに示しがつかないじゃない。そうですね、そうなの、うん、だからいろいろそういうのがあって、う
だから好き子なんで戦いに出てったわけじゃないのよ、うん、まあ、結構いろいろ調べたんですけど、うん、その調べて、まあ、いくつか複数の説があったんですけど、うん、なんか今の先生がですね、うん、あのそれ全部を言ったみたいな感じで、そうなの、うん、そんな感じですね、なんかそんな感じ、とにかく、うん、無謀な戦いをする人ではないしさ、うん、なんね、ものすごい兵をさ、もう見せびらかすように素通りしてんだから、うん、来るわけないっていうのもちょっと思ってたし、武田軍の方も、うん、うん、なるほどね、うん、だからね、で武田軍の方はあの戦わないでさ、うん、すぐ戦いはしたくないわけよね、うん、だからわざと兵を見せびらかすようにさ、大勢ぐわーっと引き連れて、うんうん、なるほど、動いてたんだけど。